この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。でもね、しょうがないよ、見たけど使ってみなきゃわからんけど、なんかね、メインイベントは任意のタイミングで使わせてほしいなっていう感はあった。どうなんだろうね、ちょっとそのアップデートの PTB やってみないとわからんけど、なんかそんな感じしましたね。ミルカさんの動画ばかり見ていて、何ニヤニヤしてんのって言われるし。ありがとうございます。ね、もしかしたらスランプなのかもしれませんね。うん、絵を描く仕事とかでもさ、スランプってあるしね。まあ、何でもあると思いますが、スポーツとかでもね。昔よく使ってたな、そのスランプっていう言葉。あんまり好きじゃない言葉ながら使わないようにしてた記憶がある。自分ができない、できなくなっちゃう、その自分をスランプ認定するとさらにできなくなっちゃうみたいな、なんかそういう恐怖心があって。お？レイスじゃない。なんで今なんか軽くなんかエプロンみたいな見えたけど。いやもうエプロンが見えてたらだいぶ全身見えてるだろっていう。エプロンっぽいの見えた気がするけど、どうだろうね。気のせいかな。とりあえず私は全力疾走ではございますので。お、早い。意外とこれはこれでありかも、エプロンの人にはそういう時に限って不安はあるものなんだよな。お、違うね。いや、あれエプロン着てる人の肩幅だったよね、今の。あの、なんていうかこう、肩丸めた感じがもう、あの人ですよ、今の。あるし。あれ爆弾つけたところにチェーンソー当てたら、食らってくれるんかな。楽しみだな、それ。あの肩丸めな感じは重たいもの持ってるエプロンの人だよね。ドワイトがまあ言ってくれるでしょう、何もしてないし、おそらくね。でガラクタいじりが実は、あ、これ2人とも救出しに行こうと思ってて近くにいるのかもね。ほぼキャンプシステム機能してないから意外とカニバルくん、釣られてるところにいてもいいんだよね。そういうプレー実はできんだよね、アンチキャンプシステム軍。どうせサバイバーも来てそのメーター止まるだろうっていう感じでね。ドワイト、これあれだ、イベントのやつを やって回ってんだ。あそこの発電機やってるのか。あそこ結構進んでるね。お、しかも2人でやってる。しかしやばい、ナンシーが終わる。ストレートでナンシーが終わってしまうぞ。これこのチェイス中にどれだけ進めるか大事になってくるかも。
カニバルらしい戦い方で。さあ、これな、でもあれだね、虚無の中じゃチェンスを使えないからね。ガラクタ IG だったら私びっくりするよ、これ。ここに入ってこなかった。さっきんとこ戻って発電機やろうかな。カニで来られたら困るぞ。出てったすぐカニバルが目の前にいるとかありますからね。危なそのまま来られてたら危な。今全力疾走、今しかないだろ。一人一台つけよう無茶ぶりを言って悪いが、一人一台な。やばいな、発電機に近いな。あれなんだあのヒーロー、アンモンジアルマイナー、アンモンだぞこれ。知ってた。きついぞこれ。ふん、何ちょっと待って、ちょっと待って、ビビッと当たったちびっと先当たった。あんぐらいだったら大丈夫だろう、人間。あんぐらいだったらちびっと二の腕切られたぐらいだろう。全身で倒れるぐらいのあれではないんじゃないか今のは。発電機頼んだ、発電やっといてくれ。このちょうどね、
キャンプシステムが動かないらへんのところでやっぱ陣取るっていうね。お賢い戦略である。トレイルがあるんだよね。サンキューね。そこか。反物トレイルだから信用しないよ。気をつけて。あと中通って、中通ってきてないね。中通ってきてない。さすがにさすがに危なーはい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 。コールがいい。凍ってる凍ってる。コールがいい。取れるだから信用一切しないよこれ。なるほど。反門を止めないと結構危険だね。中でやってるな。できたらマジで。今中でやってるっぽい。反応をまず止める。これのせいでチェイスするときに視点が裏返るんだよね。実は。うまっ。いやこれ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 足遅くなるし。はいどうぞ。回ってるね。回るね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 。はい、超えるしかないぞそこを。オーケー。そうだよな、まやかしを使いたい。わかるぞ。あるやるじゃねえか。すぐぞ。さてここでスピードアップをいただこうか私。ふん。スピードアップしてるからね。危なっ。でもチェイスするぞ。その間全員頼む。さて危なっ。
東京がやばすぎんだな。半分手に入れたなってやつ。寸止め疲労にして反問を止めに行こう。まずお、ナイス止め。よし、チェイス行くわ。なんだこっちだ。まやかしだろ。そうだよね、まやかし使いたいな。おう、飛ばずに頼んだ。おい、そうだな、そうだね、まやかしだ、知っている。オッケーオッケー、一回こっち寄ってくわ。よし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 、決めるかこれ。決せ、そこでまやかししとけい。20秒間だけ私は強い。20秒間だ。20秒だけだ。楽しい。仕切って半分だけ気をつけないとね。発電機黄色く光ったら要注意よ。これやべえぞ。うん、そうあれ角で治療しよう。その超えてる間に私全力疾走。普通に素直に超える、素直に超えるマン。入ってた入ってた入ってた。わしも入りてんだけどチェイスで忙しい。なるべくあのリー・ユンジンと離れないとね。巻き込まれた日にはね、ユンジン多分ねダウンした後もう地の果てまで追われることになるから、一回離れるって大事だよ、ああいう時は、ね、あれ今見られた、ユンジン見られてんじゃない、ユンジン、オープンの、あ、ユンジン、ユンジン、ファイトはユンジン。ユンチやべ、ユンチやべ、その先1枚だけ板あるが、ユンチ頑張れ、
ナイス。ニンジンパワー。おっしゃ、全力疾走。発電機、発電機。友人、見られたな。だってさすがにもう矢がないぞ。これに触れて、うん、なんだ、いや、ニコラス・ケイジらしい、これはいいチェイスできましたね、今回。さあ、ユンジンが釣られた後にもしかしたらハッチも可能性あるから。よし、あれ見ていこう。私あの中に全然入れなかったな、今回チェイス頑張りすぎたな。ハリウッドスターコードなくちゃ。私もやりてー、これ這いずったまま入れねえかな、あの中、あの中に這いずったまま入れねえかな。どっちが先に死ぬんだろう、これユンジンと私出血し、若干 HP ある気がする。お、来た来た来た。存分に吸ったか。今ここで俺たちが何をしている。お願いだ。いや、まあなんか、お前はそんなやつじゃないだろうみたいなセリフがあるんだけど、ニコラス・ケイジのやつに。エイリアン相手にそれ言ってて。お前そういうやつじゃないだろうみたいな、どう見ても、誰がどう見てもそういうやつなんだけど。このギャップの差で内地でした。意外といい動画になるかもしれない。11月に彼らどう見ても人の心は持ってない相手だと思うんだけどね。やっぱ反問だよね。シーがね、だからナンシーがストレートに行かなかったらいけてたと思いますけどね。っていうか、どういう82もあったの知らんかった。全然見てなかった。